はい、じゃあよろしくお願いします。どうも、あいちです。今回ですね、100万人記念の対談ということでスペシャルなゲストに来ていただきました。自己紹介よろしくお願いします。はい、謎解きクリエイターで東大出身の松丸亮吾です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、今回ですね、松丸さんに来ていただきまして、はい、自分がちょっと聞きたかったことが以前からあってですね、はい、で、一つがまず勉強の話、はいはいはい、皆さんご存知だと思うんですが、東大出身なんですよね、はい、で、中学受験もされているので、小学校の時から結構がっつり勉強をしてたんですよね、はい、なので一応教育チャンネルなので、はい、そういった話と、以前ちょっとイベントで、はいはいはい、ご一緒させてもらった時にオンリーワンの作り方、はい、まあ、今謎解きっていうところで活躍されている方なので、はい、それを自分の中でどう作り上げてきたのかっていうのがめちゃくちゃ感動したんです。 ありがたい。本当にあの話が好きすぎて、フォアーフォアーって変なこと、もうコメント欄萌えですね。なのであの話を一応2つお聞きできたらなと思ってますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。中学受験ってもちろん子どもの勝負でもあるんですけど、うん、結構親御さんのサポートがどれぐらい充実してるかっていうのが一個鍵になってて、うん、はい、まずその僕今東大なんですけど、その東大に受かるかどうかの一個大きな分かれ目が実は中学受験のタイミングなんですよね、うん、はい、その進学校に通えたか通えなかったかで合格率がかなり変化するんですよ、うん、なんでもし東大に行きたいっていう夢がある子だったら中学受験は絶対やった方がいいって僕は勧めてて、はい、あ、なるほど。まあ、もちろんそこから中学高校上がって塾に通わずに勉強頑張って東大に行く子もいるので、うん、100% そうではないんですけど、うん、中学受験をすると周りが全員強いんですよ。その中学受験が終わった後、はい、中学通うじゃないですか、はい、僕麻布中学だったんですけど、はい、それまではもう算数とか理科とか超得意で、はい、学校のテストはほぼ満点みたいなくらい自分が学校の中でめちゃくちゃ頭いいと思ってた。でも実際受験が終わって中学入ったら下から数えた方が早くなっちゃったんですよ。でそこで自分の勉強がまだまだだなっていうか、もっと上を見て頑張らなきゃなって思えるきっかけになったんで、受験考えてる子はもうとにかく頑張って少しでも上のところ行けるように頑張った方がいいっていうのは確かだと思います。なるほど。まあ、受かったらその麻布中学ってあの狭き門を突破した精鋭が集まってますもんね。精鋭が集まってるんで、もう周りみんな当たり前のように麻布のその合格点を超えた人しかいないんですよね、もちろん。だからそれで世界はだいぶ変わる。松丸さん、小学校って公立？小学校公立でした。じゃあ、はい、もうその地域に住んでる子たちが来るので、もう無双ですよね、正直。その中では結構。でも僕ちっちゃい時は苦手でしたよ、勉強。小学校3年生ぐらいまでは全然苦手で。そうなんですか。はい、そこのなんだターニングポイントというか、で、何があるんですか。これちょっと恥ずかしい話なんですけど、はい、その小学校4年生のタイミングで、はい、長男、はい、あのメンタリスト大吾として今活躍してますけど、うん、はい、そのメンタリスト大吾が東大受験した年だったんですね。まあ、今まで何やってもお兄ちゃんに勝てなかったんですよ。例えばゲームやってたら、はい、一番最初に飛ばされるの僕みたいな。みんな上3人がまず僕にダメージを与えて先に吹き飛ばすみたいな。あ、上3人全員なんですね。全員なんです。すっげー失礼ですけど、大吾さんはちょっとやりそうだなと思ったんですよ。でも本当にそのイメージのまんまで。あ、本当ですか。もう本当になんか陰湿なんですよ。ダメージの与え方も陰湿で、ガードして全然僕の攻撃受けてくれないとか、はい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 、全然ゲームも楽しくないし、はい、しまいには僕が怒ってコントローラー投げちゃうとか、はい、電源切っちゃうとか。なるほどなるほど。くらい喧嘩もひどくて、でお兄ちゃんに勝てるものが本当になかったんですよ当時、はい、で何とかしてお兄ちゃんに勝ちたいってずっと思ってたタイミングで、大吾が東大受験してでうまくいかなくて落ちちゃったんですよね、はい、でそれを見た時に僕がいきなり親に対して、はい、大吾が行けなかった東大に僕が行くって言って。すごい。当時大吾はどんな気持ちでそれを聞いてたんだって。でもその負けず嫌いの精神が僕を勉強に向かわせたっていうか、はい、それきっかけなんですね。それがきっかけなんです。だから小学校4年生までは実は全然勉強好きじゃなくて、だから目標がなかったんですよ。その勉強をしろっていう風潮あるじゃないですか、はい、でうちの親はあんまり勉強しろって言わないタイプだったんですけど、勉強じゃない個性っていうか自分が好きなものを早くに見つけてほしいっていうのが親の思いだったらしくて、はい、だから、まあ、勉強しなくても僕が好きなこと、まあ、謎解き当時から好きだったんで、その謎解きを好きな一面が育っていけばいいかなって親はかなり俯瞰的に見てたらしくて、でそのタイミングで僕が東大行きたいから勉強するって言って、初めて目標ができたんですよ。勉強の先にある。なんか漠然と勉強はしなきゃいけないものってみんなが言ってくるけど、自分事じゃないんですよね。だから勉強をちゃんとやった先に自分がやりたいことがあるっていう、はい、このレールがちゃんと設定できたのが僕は4年生の時だったんです。
だからそこからはもう親に言われるでもなくちゃんと自分で勉強を始めたし、それを見てた親がちゃんとサポートしてあげようって言っていろいろ教材買ってくれたりとか、あの分かんないところあったら聞いてくれたりとか、それが一番大きかったですね。いや維持できなかったんです。あ、そうなんですね。いや今めちゃくちゃいい質問されたと思います。あ、本当ですか。やったぜ。まさしくそうで、はい、中学1年生になって麻布入って、はい、で中1は頑張れたんですよ、うんうん、なんかそんなに勉強がまだ難しくない算数の延長線上とかだったんで、はい、まあ、普通に勉強して普通にまあそこそこの成績を取ってだったんですけど、なんか中学2年生ぐらいから反抗期が来ちゃって、はい、やっぱり親に対して反抗する期間が始まって、はい、でそこからはなんか東大に行くっていう夢がちょっとどうでもよくなっちゃったっていうか。あ、そうなんですね、はい、そこで急にブレーキかかっちゃって、でそこからはほぼ勉強せず、なんか塾も一応通ってたけどそんなにちゃんとやらないみたいな、宿題やってかないみたいなぐらい結構ダメな生徒 で、はい、で高校2年生ぐらいの時に学年テストっていうのがあったんですけど、はい、それは300人全体でいる中で僕298位だったんですよ。落ちるところまで落ちちゃって、はい、で、まあ、そんな反抗期の中でそこから這い上がったというか勉強するようになったきっかけもまた別であって、はい、それちょっと母親がでかかったんですけど、うちの母親が高校2年生の冬ですね、はい、で明けて春の4月のタイミングで実は亡くなってしまって、でその母親の日記に最後のページに書かれてたのが、私がもっと長生きできたら両吾が大学に行くところを見届けたかったって書いてあって、でそれでもう一気に目が覚めて、その当時の夢、東大に行きたいって言って母親があんなに喜んで勉強教えてくれてたのを思い出して、ちょっと頑張んなきゃやり直さなきゃって言って、そこからもう勉強を始めて、中学の時に母親が僕に与えてくれた勉強法があって、はい、それがあのスクラップノートっていう、あのできなかった問題とかを集めるやつですか。はい、苦手な問題、できなかった問題を母親が印刷してくれてノートにまとめてて、全部復習になるノートっていう、だ自分だけの参考書を親が作ってくれたんですけど、はい、あれを思い出して高校2年生の冬から6月に実力試験があったんですよ、はい、で2ヶ月勉強の期間があったんで、その2ヶ月とことん参考書やって、間違えた問題もう1回全部やり直してっていうのを母親の勉強法のままやったら、はい、一気に成績上がって、でそれで298番から6月のタイミングで学年7位まで行けなかったんですよ。今一気に上がったっていう流れだったじゃないですか、はい、自分の中である程度すげえ上がったんだろうなみたいな、はい、まあ298だったから、はい、言うても麻布じゃないですか、はいはいはい、だからまあ30か40からちょっと持ってたらすいません一桁だったんですね。すごすぎた。いやでもすごい当時は純粋に勉強時間が僕すごくて、なんかやっぱり母親の思いとか、そのモチベーションが返ってきたらすごく勉強って効率化できるんですよ、うん、誰かの勉強法とか授業を聞いて即成績上がるっていう本とかっていっぱいあるじゃないですか。ありますね。でもそれって僕ほとんど嘘だと思ってて、あれは売り文句だと思うんですね、で実際は自分の中にモチベーションを設定できた瞬間が一番強い、だから小学校の時だったら東大に行きたい、だから勉強しなきゃいけないっていうのが自分の中で論理づいた瞬間が初めて勉強のスタート、中学の時にそれが失われたのは、まあ、母親の その反抗心とかもあったんですけど、そのモチベが失われたからなんですよね、で高校2年生になって母親の日記を見てそのモチベーションが返ってきて、で返ってきた瞬間はもう時間とか関係なくできちゃうんですよ、それこそ朝起きて勉強してお昼ご飯食べてまた勉強して、夜ご飯食べてまた勉強する、17時間とか1日やってて、だもうがむしゃらにそれを2ヶ月間続けてたんで、まあ、体壊すぐらい勉強しちゃった時もあったんですけど、それが走り出すともう勉強法とか自分から見つかるんですよね、その誰かにやらされる勉強って結局型に全部はまっちゃうから良くなくて、自分はこういうところが得意でこういうところが苦手だなっていう分析をしたくなるのってモチベーションがあるからなんですよ、そうですね、はい、だからそれの設定ができたっていうのは僕はなんか勉強法以前にキーポイントだったかな、絶対達成できそうな必修目標と選択目標っていうのを作って、はいはいはい、いい聞きたい、例えば、はい、その英単語100個やる、はいっていう必修目標を作るじゃないですか、これは絶対今日やんなきゃいけない、で数学の参考書10ページ進める、はい、有機化学を、この範囲は抑えるみたいに書いて、でそれぞれのゴールに魅力的な報酬を書くんですよね。お、僕結構勉強を、はい、ゲームのクエストっぽくしてて、はい、分かるめっちゃ分かります。例えばこの英単語100個やったら、はい、好きなケーキ1個食べていいとか、はいはいはい、あの数学10ページやったらアニメ1話見ていいとか、はい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 、そんな感じで全部決めてて、はい、で選択目標をいっぱい作るんですけど、はい、これは今日じゃなくていい、で3つは絶対終わらせるから、はい、今日の目標はまあ終わってるんだけど、はい、うん、そういう仕組みにすると、はい、なんか例えば全部やんなきゃいけないのを10個ぐらいやって1日で終わるかどうかのギリギリにしちゃうと、はい、終わんなかった場合の、ダメだったな今日っていうのが反動がでかいんですよね。わかります、
だから絶対に達成できる目標にもしつつ、はい、ボーナスでやればやるだけすげえわ自分ってなれるものを作ろうって言って、はい、自分実行者やってる時もそうですけど、もうね目標設定が盛りだくさんなんですよ。いやできるかお前みたいな。そうなので今おっしゃっていただいたように、ちょっとこうその最低ラインを少し低めで設定しておいて、選択目標ですね、はい、それ多分俺動画で使います。あ、ですか。でも僕当時言ってた言葉だと、はい、メインクエストサブクエストって言ってました。あ、もうなんかモンハンみたいになってる。でなんか、はい、あともう一個あったのは、はい、そのメインクエストに時間を入れないって決めてました。例えば、はい、1時間数学やるっていうメインクエストは基本採用しなくて、はい、数学10ページやるっていう量にしてたんですよ、はい、でなんでかっていうと、はい、そうすると自分の工夫次第では早く終わるじゃないですか、はい。松村さん、どうしよう、俺が嬉しくてしょうがない今。あの全く同じ話をしてて、あ、そうなんだ。勉強をよく何時間やったらいいですかって聞かれるんですよ、はい、俺時間で絶対言わないんですよ。勉強時間で決めるなんて、うん、量で決めろって絶対に言ってて、だって1時間って言ったらダラダラしても1時間過ぎるじゃないですか。そうなんですよ、はい、でも量ってダラダラしたら終わらないので、うん、でも早くしようと思ったら早く終わるっていう、浮いた時間ってあれをしようっていうのがまたこうやる気になっていく、はい、で僕短期目標の話で言うと、はい、実は僕ゲームが大好きだし、はい、アニメ漫画も大好きだったんで、はい、受験中も全然制限かけてなかったんですよ。むしろ多分制限かけたら持たないなと思って、うん、僕小学生の時、はい、母親にいられて一番伸びた勉強法があって、はい、それが、勉強を3時間やったらゲームは無制限に遊べるっていうルールだったんですね。普通はなんかゲーム1時間までとか、うん、ゲーム2時間までっていう親御さん多いじゃないですか、うん、そうです。でもそれってゲームやってから勉強に別に向かないんですよ。ゲーム2時間やりました、もうゲーム今日できません、うん、したら外遊びしに行けばいいし、うん、でそれで外出るの禁止って言われたら、うん、もうテレビ見る、でテレビも禁止ってなったら、うん、子供からすると勉強に気が向くわけがない。だから、うん、ゲームを縛るのは悪手だなっていうのを母親が思ったらしくて、うん、あ、実はゲーム没収されたりもしました。でも一向にもう勉強に僕体が向かなかったんで、うん、母親がじゃあ逆転させてみるかって言って、うん、ゲームはいくらでもやってもいいけど勉強を3時間やるまでは1分たりともゲームできない、うん、でそうすると僕にどんな変化が起こったかっていうと、ゲーム絶対やりたいんですよ、うん、だから朝早起きしたんです。朝早起きして1時間勉強して学校に行って、はいはい、で帰ってきて速攻勉強2時間したら、うん、夕方の6時ぐらいからゲームできるんですよ。したら3時間4時間ゲームやってても何も文句言われない、うん、こんないい話あるって思って。なるほど。で当時勉強全然できないし成績も良くなかったんですけど、はい、この方法を使うと嫌でも3時間勉強するんですよね、うん、勉強ってなんでやりたくないって思うかっていうと、はい、できないからなんですよ、うん、できないと楽しくない、うん、で楽しくないからやりたくない、うん、でやらないからどんどんできなくなるっていう、うん、悪循環ですよね。この悪循環を唯一そのやるってところを変えてくれたんですよね母親は、うん、普通だったら勉強しなさいやりなさいって強制的に変えるけど、うん、そうじゃなくてうちはそのゲームある種人質にとって、うん、嫌でもやる、うん、もちろん1日3時間やってるんでちょっとずつできるようになるんですよ、うん、でちょっとずつできるようになると楽しくなるんですよね、うん、だからいつの間にかそのルールが自然消滅したんです。自分から勉強するようになってできるようになって楽しくなってきたんですよ。すげー。まずゲームをやってると勝つ方法を考えるじゃないですか、うん、例えば対戦ゲームでも相手の思考を読んで、はい、こういう順番で組み立てていけば勝てるかもしれないとか、うん、めちゃくちゃ頭の回転が速くなるんですよね、はい。で今会社やっててその経営の基本というか、はい、なんか戦略的なことを考えて、うん、こういう順番でプロダクト出していこうっていうのも、うん、ゲーム感覚なんです、うん、でうちの会社は特にゲームやってる子が多くて、はい、で仕事にゲームの経験が役立つっていうのもすごく多いんですね、うん、例えば今謎解き作ってますし、はい、結構エンタメに全てが寄っていってる時代じゃないですか、うん、それこそ YouTube の動画とかも作り方一つで全然伸びたり伸びなかったりってあると思うんですけど、 それの伸びる伸びないのエンタメ要素って、はい、ちっちゃい時にどれだけそれに触れたかで変わると思うんですよ。つまり、ゲームをいっぱい遊んでる人は、はい、そのゲームって魅力的に見せるエンターテインメントの結晶だと思うんですね。それをちっちゃい時にいっぱい遊んでたから、はい、会議してる時に、うん、これってさ、あのゲームのあの面白さに似てるよねとか、あ、なるほど、すごく会議がスムーズにいくんですよ。だからそのエンタメにいっぱい触れてた方が多分今後知識を蓄えるだけだと生きていけなくなる時代で、どうやって人と差別化するか、より良いアイデアを出すかって時にいかに遊んだかっていう経験は役に立つかなと思うんで、ある程度そのゲームの無制限っていうのは僕は良かったんじゃないかなと思います。すげえなまあでもやりすぎもちょっと問題だと思うし、はい、ゲームのジャンルも僕はあると思うんですけど、例えば、はい、同じゲームをめちゃくちゃ長い時間やってる場合は僕は危険だと思ってます。
なんでかっていうと、はい、なんか僕は子供は飽き性であった方がいいと思うタイプなんですよ。うちの一家全員飽き性だったからっていうのもあるんですけど、飽き性の強さって、はい、いろんなものに短く触れるじゃないですか、はい、例えば1個のゲームから学べることって、今戦略性がどうとか、人の動きがあって言いましたけど、はい、やればやるほどなんかそんなに学びは重なってないんだけど、楽しいから続けちゃうっていう惰性の期間があって、はいはい、なるほどなるほど。で例えば、どんなゲーム取っても、だいたい1ヶ月ぐらいやるとこのゲームの本質は分かるんですよ、そこからはプロゲーマーとかって、もう本当に1フレームとか争うじゃないですか。そうですね。でそこまでいくと役立つかどうか怪しいスキルになってくる。なるほどなるほど。それを仕事にするんだったらいいんだけどっていう、はい、その 90% 楽しいんだなって思ったら、はい、教育的にはやめさせた方がいいとは思います。うーん、逆に言うとあれですか、もう例えばうちも興味があって、はい、ゲーム CM 打つじゃないですか、はいはい、やってみたいって言うんですよ、はい、そういうのってどんどんやらせた方がいいかもしれない。ゲームの種類は僕はいっぱいやらせた方がいいと思います。そのインプットの数の差で、はい、将来こういうなんか、まさに今広告系とかクリエイティブの仕事をやるんだったら、はい、その知識が少ないと会議にだいぶついてこれなくて、エッセンス抽出が上手くなるんですよね。マネブっていう話がさっきあったと思うんですけど、はい、ゲームはなんで面白いのかっていうのをたくさん分析してればしてるほど、はい、自分の中でなんだろう、面白いの方程式ができるっていうか、面白いの根拠を言えるかどうかって、今までどれだけ面白いものに触れてきたかで結構決まるので、経験値があるから言えるってことですよね。だから共通点を見つけられるから論理的なんですけど、なんか自分はこれ面白いと思うんだよねって言っても、この熱量って何の根拠もないんですよ。だからそこでアイデアで戦えるようになるためには、はい、ゲームはすごく強い教育ツールだなと僕は思います。お前の教え方が悪いって言って先生に、東大に入っても別に自分が何かできるようになったわけじゃない。